ちこち。今日はありがとう。あ、そんな固くならないで。気楽に行きましょう。気楽に。ねえ。大体の話はタイトルで見てもらってるかしら？そう、小うさぎちゃんにとってとってもいい話になると思ってるわ。ああ、もちろんひまりにとってもいい話になっちゃうんだけどね。二人でウィンウィンの関係になっちゃうのよ。わかる？ウィンウィン。じゃあ具体的に数字的な話になるんだけど、コウサギちゃんが一日のうちに使用できる時間、これって24時間あるわけじゃない？うん、そうそうそう、誰だってそう、ひまりだってそう。このうちの1時間、たったの24分の1、4.16%。 そう、コウサギちゃんに用意してもらいたいの。それで、いつなのかよね。そう、そこなの。これね、こう言うとなんか嘘くさくなっちゃうんだけど、ほんと、この日、この時間じゃないとダメなの。そう、限定感で煽るとか、時間制限つけて焦らせるとかじゃないから。そういう手口ってほんと多いじゃない。だからもう、本当に冗談みたいな話なんだけど、これ、嘘じゃないの。1時間、偶然、奇跡の確率なんだけど、たまたまよ。合わせたって言ったらそれまでだけど、別にそれって悪いことじゃないでしょ。法律的に違反してるとかそういうわけでもないし、これ犯罪とかじゃ一切ないから。ここだけの話にしてほしいんだけど、生放送慣れてる人はあーってなるんだけど、ひまりがリアルタイムでコウサギちゃんのコメントを読むことができるの。うん、わかる？すごいでしょ？逆にすごいでしょ？どうかな？1時間の生放送。もちろん当日いきなり来ても大丈夫なんだけど、ちょっと予定聞いてもいい？空いてるかな？開けられるならもう何が何でも開けておいてほしいの。コウサギちゃんにはどうしても来てほしいなって。これはひまりのわがまま。忘れて。大丈夫。でも、絶対損させないから。安心して。そういうお話。